アロハー、フックです。本日の動画では YouTube を再生した時、これは YouTube の動画でもいいし音楽を再生した時にキーをねチェンジさせる方法があります。音程チェンジ、そして細かくテンポの設定をする方法があります。あと一定箇所ループ繰り返す方法があります。これができると何がいいかと言いますと、歌の練習をするときに、あ、この歌もうちょっと低かったら自分のキーに合うのになってときに、キーを半音単位で調整できる。だから楽器の練習をするときも、ね、ちょうどいい自分のキーに合わせて YouTube と一緒に練習することができます。今日はそういった方法を紹介していきます。では早速そのやり方について紹介します。どうぞ。では、Mac でまずね、サファリを立ち上げます。で、この Google で、検索かけます。Google Chrome、これをダウンロードします。はい、Google Chrome、これ一番上に出てきましたね。Google Chrome、ブラウザー、このね、Web ブラウザーなんですけども、このように Chrome をダウンロードってありますので、ここをワンクリックします。すると、インテルプロセッサ搭載の Mac、もう一つは、アップルプロセッサ搭載の Mac で2つ選択肢があります。自分の Mac がどちらのプロセッサを搭載しているか、わからない方は、このメニューの左上に行ってください。リンゴマークをクリックします。この Mac について。で、ここから、プロセッサ、ここですね。プロセッサが僕の場合でしたら、このように、クワッドコア、インテルコアってなってますね。インテルですね。ですので、僕の場合でしたら、このインテルプロセッサ搭載の Mac をクリックしてダウンロードします。僕のはすでにダウンロードしてますので、ここは省略して、一旦サファリを閉じます。そして、Google Chrome 立ち上げてみます。すると、これ今ね、Google Chrome で YouTube もすでに立ち上がった状態になっております。で、これは、僕の演奏動画で、去年ね、あ、今年か。カイさんと一緒に演奏した動画なんですが、これを流しながら説明していきます。誰しもがね知ってる有名な曲使うと著作権の関係がありまして、いろいろ問題が出るのでこれを使ってみます。ではこれ再生をすると、はい、これ曲こんな感じです。でここから再生するのではなくて、この右上ですね、この右上のこの水色グリーンっぽいところをクリックしてください。するとチューブマニアが立ち上がります。これでこの再生を押すと、ここからもこのように再生できます。で、ここからなんですね。はい、ここ注目してください。ピッチってやります。ピッチというのは音程ですね。今0になっているのでオリジナルキーです。ちょっと切りますね。で、ピッチを1上げると半音、2上げると全音っていう風にキーチェンジをしていきます。ではちょっと流してピッチ上げてみますね。これ今1音半上がってます。4音、2音上がってる。リセットを押すと元に、逆に低くすることもできます。今全音下がりました。ではリセットで戻しました。そしてこのチューブマニアでは、この次今から説明するスピード、もともと YouTube でもねスピードはチェンジできるんですけども、大雑把にしかね変わることできなくて、これではこのように0.01の単位で 1.5 倍までテンポを早めることができます。ではちょっと流してみますね。はい、あ、切れた。では流してみますね。これまずオリジナルでも 1.5 倍までいってみると、ね、超早弾き。実際は1、2、3、4、5、6、7、8、この速さ、これオリジナルです。遅くすることもできます。このように、ね、0.01 単位で調整できるので、曲の練習したりとかするときも、ね、非常に重宝します。そしてこの上、まあ、ここボリュームなんで音量ですね、音量は省略します。
で、あともう一つ便利な機能として、ここですね、ループ機能っていうのがあります。ループっていうのは、繰り返し演奏することです。ですので、これね、ここ、このカーソルを開くことによって、この時間調整できますね。例えば、まあ、どこでもいいんですよ。例えば、24秒から27秒だけを繰り返して練習したいときとか、歌の練習であったりとか、楽器の練習もそうです。すると、このように、再生押すだけでは機能しません。ここですね。ここ、オン、オフあるので、オンに変えます。そして、再生。このように一箇所ばっかり繰り返してループ演奏してくれるので、ここばっかり集中して練習することができます。なので楽器を演奏する人、歌の人にとってはキーを変えて歌の練習、楽器の練習できるし、耳コピするとき、集中的に練習するときなど、いろんな使い方、まあそれらの使い方をこのチューブマニアを使ってできます。これは Google Chrome のこの付属でありますので、まず Google Chrome をダウンロードしてください。はい、今回のこのチューブマニアではこれですね、ピッチ、ここはキーの調整ができます。このプラスマイナスで、これは半音単位になってます。そしてスピード、テンポですね、これは 0.01 の単位で調整できます。そしてあとはここのね、ループ機能があります。はい、といった感じで、本日の動画では YouTube の動画音楽をキーチェンジ、テンポチェンジ、そして一定箇所をループさせる方法について紹介しました。本日の動画が役に立ったなって方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方をよろしくお願いします。以上、福でした。どうもありがとう。